いろりいろり畑で帳面をつける様子。1914年、いろりとは、屋内に、高級的に設けられる炉の一種。伝統的な日本の家屋において、床を四角く切って、開け灰を敷き詰め、焚き木や炭火などを起こすために設けられた一角のことである。主に暖房、調理目的に用いる。数える際には、元を用いる。古くは、日竹や地下炉ともいった。 アイヌ民族の伝統家屋、地セ内部のいろり。針にいろり鍋がかかっている。木尻に当たる部分は土間のままである。札幌市厚別区、北海道博物館にて撮影。いろりは炊事専門のかまど、俗人的な火鉢とともに、日本の伝統家屋の火の座を構成した。地方により特有の形態を持ついろりは、その呼び名も地方ごとに異なり、 多くの故障があった。現在でも使われるものに、ろ、ウ、ろ、ひじろ、ゆる、ゆるい、ゆるり、田舎、エナカ、ヘなか、えんなか、いりり、リ、れ、下じろ、すぶと、じりなどがある。いろりでお焼きを作る。いろりは次のような、様々な機能を有する。いろりは床に組み込んで設置される場合とどまに、設置される場合とがある。日本の伝統的な民家は、 床式の部位と土間の部位が大黒柱を軸に結合した形態を取り、いろりが切られるのは多くの場合、床式の部位の中央である。しかし、地域によっては床式部分の土間寄りの辺に接して切る場合もある。南部の曲がり屋に見られる踏み込み炉は土間いろりの典型で、農作業中に土足のままいろりの周りに腰掛けられる作りとなっている。また、 東北地方などの寒冷地には掘りこたつのような掘り下げたものもある。いろりは生活に欠かせないものとして地方ごとに独自に発展した形態を持つ。家によっては複数のいろりが存在し身分によって使ういろりが指定されていた。いろりが2基ある場合、焚き木を燃料とした家人用のいろりと木炭を燃料とした客人用のいろりとを使い分けることもあった。また、 煙が出ない木炭のいろりでは、贅沢な自在バルや茶釜を用いることも多かった。現在では、大きな火鉢や木製のテーブルの中央で炭火を起こす座卓をいろりと称することも多いが、本来的にいろりは移動できない設備であり、移動ができるものは火鉢と称する。なお、形状としては、正方形のものと長方形のものがある。茶室にも色りとよく、似た火の座があるが、 茶道では、炉と称し、畳の間に切る。寸法も一尺四寸あるいは裏、千家の大炉の場合でも一尺八寸四方で、一般的な色りより、はるかに小さい。茶道の水屋では、直径一尺程度の鉄の円形の丸炉というものが、用いられる。諸院茶では、丸炉の実が用いられる。燃料は、炭のこともあるが、焚き木であることが多いとされる。色りは、 かまどと異なり、火力よりも日持ちの良さが重視され、燃料には焚き木を用いることが多かった。現代家屋では、煙の出ない炭火が用いられることが多いが、昔の民家では、山中で容易に入手できる焚き木に比べ、木炭は貴重な存在であり、炭火は火鉢専用であった。火を長く持たせるには、乾燥しすぎていない焚き木を用いるか、 もみ殻や灰をかけてくすぶらせながら燃やすなどの方法があるが、民家では枝を短く切らずに長いまま、焚き木として持ち、押し込みながらくゆらせるようにして燃やし、火を長く持たせた。地方によっては掘り起こした切り株を割らずにくべることもあった。また、いろりは火を扱う場であるため、火の神を祀ることも多かった。山暮らしを実践している大内精神は、 焚き木ストーブ代わりにしていた芋のかまどと比べて、いろりの使用で、焚き木の使用量が激減した。地面に落ちている枯れ枝がそのまま使える。雨で多少濡れた枝でも細いものは天日に2から3日、晒せば乾く。焚き木の炎で、鍋料理を作りながら、おきびをずらせば炭火焼きも同時にできる。余ったおきびを火消し壺に入れれば、おきたんが作れ火鉢、アンカー、こたつで使える。 灰をかけて、オキタンを翌朝まで保つには大きな、オキタンができる太い焚き木が適していると記している。また、過去に大量に植林された杉は、今や需要が落ち込んでおり、燃料としては、日持ちが悪いので焚き木ストーブには向かないが、かまどやいろりであれば、火力調節もでき、調理に便利な燃料である。山中に大量に捨てられている杉の枝葉に至るまで利用できるとしている。 ただし、エアータイト型の焚き木ストーブの場合は、杉であってもゆっくり燃やせるので、燃料としての問題点はない。自在バリ、岐阜県白川郷、長瀬家のいろりに設置された金は、ありがとうございます。